コンドルは UD トラックスが販売する中型および小型トラックである。中型車は2017年登場の5代目から UD トラックスの親会社であるイスズ自動車からフォワードの OEM 供給を受けているが4代目までは自社で生産されていた。過去には小型トラックのコンドル20、30、35、コンドル10、15やコンドルのシーに アトラス20系のキャブを乗せた中型トラックのコンドル S、コンドル SS も存在した。自社生産時代には2002年に世界で初めて電気エネルギーの蓄積に電気二重層コンデンサを用いたパラレルハイブリッド方式のキャバシテハイブリッドを発表。日野自動車との間でキャバステハイブリッドの技術供与と日野製ディーゼルエンジン供給の相互提携契約も行われ、 これに伴い2004年から中型車のエンジンは日の自動車製となっていたが、定型解消後の4代目から自社製に回帰し、4代目の生産終了まで搭載された。初代コンドルキャブの基本骨格は C シリーズと共通している。テールランプは長方形の大大赤の2色タイプで赤レンズに丸いリフレクターがあった。初代のコンドルにはフロントホイールのセンター部分に UD の刻印が入っていた。二代目コンドル二代目コンドル三代目コンドル1995年、改良型三代目コンドル1997年、改良型三代目コンドル1999年、改良型三代目コンドル2002年改良型三代目、コンドル2004年改良型四代目コンドル四代目、コンドル五代目コンドル登場。コンドル初のウェットス車で、 イスズフォワードジャストン、三菱不装、ファイターミニオン、ヒノ、デイキャブレンジャーがライバルとなる。二代目コンドル S アトラスのモデルチェンジに伴い登場。マイナーチェンジ。フロントグリル、エンブレムを変更し、長軽量仕様4.6トン車のコンドル SS を追加。キャッチコピーは新発想、中型トラック。CM には相田降起用。 中期型4代目 OEM 初代、2代目3代目4代目5代目、ありがとうございます。